刑事生活8日目。こんにちは、キャットライフチャンネルです。社会科8日目の様子を見てみましょう。食べ物やトイレの課題はクリアしたので、これからは触れ合いの時間を増やしたいと思います。そこで今回の助っ人、ブー太郎先輩の登場です。さて、仲良くしてもらえるでしょうか。反応が弱いので少し攻めてみます。結局、友達になれなかったので、いつもの猫じゃらしで遊んでみます。こっちの方が好きみたいですね。今も昔も猫にとって一番のお友達は、猫じゃらしなのかもしれませんね。中で寝ながら遊べるくらい、ケージ生活には慣れたみたいです。カール君は人慣れするにはもう少し時間はかかりますが、ケージ生活自体は卒業していいかもしれませんね。それではビッテちゃんにもブー太郎先輩を紹介してみます。
残念ながらブー太郎先輩はここでも人気がなかったみたいです。次回の登場に期待しましょう。これからいろいろな体験をして成長する2人にもご期待ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。